猛烈な熱気に包まれました愛知県の一宮産業体育館。これよりいよいよ PWF のヘビー級のタイトルマッチでございます。外人同士の対決になりました。チャンピオンの今日は蒲田のまず入場でございます。チャンピオンぶりもすっかり板につきました。ベルトを右の肩にかけてチャンピオン堂々の風格、今入場してまいりました。さて今夜の相手はチャレンジャー、同じく外人の選手であります。館内にはビル・ロビンソンのテーマ、ブルーアイドソールが流れております。チャレンジャーはビル・ロビンソンです。まだ現れません。王者が先に入場しております。堂々の風格、貫禄です。2代目チャンピオン東若又、さあビル・ロビンソンが紫色のジャケットを身にまといまして今入場してまいりました。相変わらずのすごい人気、ちびっこファンがなかなか手を離しません。ゆっくりとした入場です。チャレンジャービル・ロビンソン、ビル・ロビンソンただいま入場ですが、早くも東若又が自分のベルトを持ちまして左の肩を打ちました。皆様ご存知のように、東亜やビル・ロビンソンは左の肩を負傷しています。インターナショナルタッグ選手権で左の肩を負傷しています。そこに命中いたしました。引き続き放送席には世界のジャイアント馬場さんに座っていただいております。これからタイトルマッチ前のセレモニーが行われようとしておりますが、東亜蒲田の方がかなりエキサイトしています。さあ2人のすごい睨み合いでございますが、これからセレモニーです。まずタイトルマッチ試合に先立ちまして、この放送のスポンサー横浜ゴム、三菱自動車、日華ウイスキー、伊勢納期、木桜酒造、大塚グループより花束の贈呈でございます。かなり緊張した表情のビル・ロビンソン、そしてちょっとリラックスの表情でありますチャンピオンの東若又。これよりタイトルマッチ宣言です。中京テレビの大森茂専務取締役によりまして、タイトルマッチ宣言が読み上げられました。日本のジャイアント馬場選手が5年間守っておりましたチャンピオンベルトは、今夜は外人同士で争われるわけでございます。これより両選手の紹介でございます。ビル・ロビンソンが挑戦いたします。プロレスの申し子ビル・ロビンソン、PWF ヘビー級のニューチャンピオン2代目東亜蒲田でございます。なおこの2人の対決はシカゴ、ミネアポリスで数々の流血の死闘を演じています。舞台を日本に移してのタイトルマッチ、 PWF のヘビー級の王座がかかっています。馬場さん、はい、戦力の分析としてはこの東亜蒲田はジャンプしての空手の蹴りがありますね。そうですね、これは一つの特徴ですね。はいはい、しかし、まあ、多彩な技、ホールド技はビル・ロビンソンの方が圧倒的に多いですよね。まあ、そうですね、そういう点ではね、ロビンソンの方が全て勝っていると思うんですがね、はい、ただ蒲田の方は力がありますからね。あ、パワーがね、はい、なるほどね。まあ、典型的な違いは非常に鋭いよね、鎌田はね。なるほどね。ああいうそのラフファイターとしては珍しいですね。今田澤さんがおっしゃいましたように、対照的な技を自分の得意技にしています。ビル・ロビンソンはあくまでも正統派、そして東亜蒲田の方はどうしても流血に持っていきたい、ラフプレーが得意のチャンピオンでございます。バックを取りましたが力で振りほどきました、東亜蒲田でございます。さあじっと睨み合います。ですね、ロビンソンも向かっていきようがないような格好ですね今。なるほどね。
まあ、作戦の一端を控え室で私ちょっと聞いてみたんですが、相手がラフプレーで来るなら私は秘密兵器を考えているんだと、このようにビル・ロビンソンは考えておりましたが、果たしてどんな頭の中で作戦を描いておりますか。 あれはなかなか攻めきれないんですか。今体がね、手を回してもね足らないんですよ。なるほどね。東亜鎌田の方は143キロが交渉のウエイトでありますが、日本に来てから150キロになってあります。身長は190センチであります。手4つの体勢、力比べになりました。さあ強烈な力、パワー比べです。これは先ほどジャイアント馬場選手が指摘した通り、どうやら東亜鎌田の方は力はありそうだ。両者の顔面好調。さあおっと手を持っての蹴り、おっとうまく外した。さあ得意だ得意だ得意だ、足を持った、足を持ちました。さあ何で持っていくか。この辺りですと鮮やかにレッグブリーカーを落とすんでありますが、どうしてもその次の展開に持っていくことができません。今夜のビル・ロビンソンです。今感心したのはね、あの鎌田の蹴りをね、ロビンソンが、ね、膝で防いだですね、はい、あれは兼ねてそういうつもりでいたわけですよね。なるほどね。さあ一旦は場外に出ました。ブロックはうまかったですね、あのブロッキングは。ゆっくりとタイミングを取ります。東亜鎌田であります。放送席には世界のジャイアント馬場がおりますが、今じっと睨みを返しました。東亜鎌田であります。ところで馬場さん、はい、この PWF の王座返り咲きのですね、リターンマッチの件ですが、ロードブレアス会長に電話で申し込んであるそうですが、この試合いかによりまして結果が出るそうですね。そうですね、まあ、向こうもこれでですね、鎌田が勝てばベルトはハワイですからね、はい、僕も行きやすいんですけども。ああなるほどね。さあちょっとあれ模様です。どこ行くか分かりませんからね。そうですね、後ほど両選手の今後のスケジュールはご紹介してまいります。エルボースマッシュ、エルボーバット、ビル・ロビンソン怒りのエルボーバットを打ちました。いい角度で当たりました。ビル・ロビンソンであります、はい、すかさずタイミングを取ります。大声援が沸き起こります。あれ相当ダメージが鎌田にありましたね。ありますね、はい、一宮産業体育館でございます。もう白一色、超満員に膨れ上がりました。外人同士のタイトルマッチ、しかもビル・ロビンソンがタイトルに挑戦ということもありまして、リングサイドは東京から参りました新聞社のカメラマンが取り囲んでいます。さあビル・ロビンソンがトップロープからガツンと落ちました。左の肩を痛めておりますが、果たして左の肩は大丈夫でしょうか。あっとやはりウィークポイントを狙います。ウィークポイントを狙います。東亜鎌田あくまでも蹴りを見せました。インタータッグの2本目の勝負で、このビル・ロビンソンはフライングエルボーバットリを2発目、これが自滅しております。そして左の肩をかなり負傷しております。今日も絆創膏を貼っておりますが、その左の肩のあたりを狙い撃ち。さあカウント5、カウント5で今エプロンの方に出てまいりましたが、東亜鎌田が勢いづきました。今のところチャンピオン有利ですね、佐々野さん。そうですね、どうもロビンソンはあのロフィアが不運ですな、今度。そうですね。さあチャンピオンが防衛なるかどうか、それともどうしても NWA 最高峰の座、この布石として PWF ヘビー級の王座を狙っておりますビル・ロビンソンがタイトル奪取なるかどうか。どうしても左の肩を集中攻撃されてしまいます。ビル・ロビンソンまたしても場外に出ました。あの絆創膏が剥がれてしまいましたね。ちょっと痛みをこらえております。どうもロビンソン場外乱闘みたいなものあんまり得意じゃないでしょう。そうですね、あくまでもロビンソンとしては正統派のオーソドックススタイルのレスリングで試合を望みたいところでありますが、どうやら試合の展開は東亜鎌田のペースになってまいりました。さあ左の腕を掴んで、そして、左の肩のあたりクローであります。お父さん、タイトルマッチの時にこのクローはどうでしたか。これはね、あの本人空手のね3段とか4段とか言ってるんですよ。そういう点でね、そのクローは大したことないですけどもね、やっぱ空手はよく効きますね。ああそうですか。あっと手刀を落とします。左の肩を集中攻撃。あの蹴りは相当効くでしょう、馬場さん。喉に入るやつはね、えらいよく効きます。そうですよね、まあ、これは喉はね、本当はあの喉で空手打つのも禁止ですからね。反則ですからね、あの三段打ちを見せますよね、馬場さんね、はい、喉に打って、ボディに打って、それからもう少しあの下腹部のちょっと上のあたりまで蹴りますね。とにかく早い、そのコンビネーションがいいし ね、 そうですね、タイミングがいいですよ。そうですね、そのあの空手の蹴りは、まあ、この体にしては本当にすごい素晴らしいもんですね、はい、今のところチャンピオン優勢であります。
プロレスの申し子ビル・ロビンソン得意の人間風車の体勢すらまだ見せることができません。ちょっと力で押されています。東若又のペースです。なお先ほどの馬場さんがちょっと触れましたが、チャンピオンの東若又が勝ちますと、この後のスケジュールはハワイでハワイアンチャンピオンシップの防衛戦が控えています。東若又その後カナダカルガリーへ遠征してノースアメリカンタッグに挑戦、そして来年の1月はニューヨークマイソンスクエアガーデンに登場すると、こういう風な予定になっております。鎌田が勝つとすればジャイアント馬場さん、はい、この後のスケジュールしばらく3週間ぐらい休みがありますけれども、追っかけていきますか。そうですね、これはもう3週間以内には返事が来ればですね、これはハワイでというのは喜んでいきますけどもね、これは今日この結果で向こうが弾を下すんですからね、どういうことになりますかね。間に合えばいいんですが、ロード・ブレアス会長の弾が非常に期待されます。一方のビル・ロビンソンの方はこの日本を去りますとロンドン、ドイツへ遠征でございます。ミュンヘン、ベルリン、フランクフルト、ハンブルグ、そして3ヶ月後にはニューヨークのマイソンスケアガーデンに登場して、その後ミネアポリス地区に移ることになっております。ロビンソンがもしこのタイトルを手に入れると本当に遠いところに行ってしまいますね。そうですね、まあ、ロビンソンが取るとですね、比較的ヨーロッパ系のチャレンジャーが多くなってくるんじゃないかと思うんですね。そうですね。さあビル・ロビンソン必死で捉えます。徹底的に痛めてる肩をね、鎌田攻めてますよね。そうですね、腕の力に太い腕をくぐらせまして思い切って重心を下げます。チャンピオンの東若鎌田いいペースです。ビル・ロビンソンの表情汗が飛び散ります。このアンバーにとってますからね、アンバーにとってるのは相当効くでしょ。そうですね、それにしましてもジャイアント馬場選手が38回守っておりました。過去5年間守り抜いておりました TWF ヘビー級の王座、とうとうどちらが勝つにしても海外流出でございます。かつてアブドラザ・ブッチャーはジャイアント馬場選手に6回チャレンジして、馬場さんは6回防衛に成功しています。ドリーファンクジュニアには2回成功、それから世界チャンピオンのハリーレースには3回成功しておりますが、とうとう東若又にタイトルを失ってしまいました。さあやっと剥がれました。ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソンがジャイアント馬場の代わりに雪辱してくれるかどうか、期待は一身にビル・ロビンソンにかかっています。ジャンボ鶴田も語っておりました。今日の試合予想を聞いてみましたところ、僕は心情的にビル・ロビンソンに勝たせたいんだと、このようにジャンボ鶴田は語っておりました。そしてビル・ロビンソンがこの PWF のヘビー級の王座を手に入れたら僕もチャレンジする権利があると、このように言っておりまして、 PWF の王座も取れば俺も三冠王だと、このように控え室で張り切っておりました。ジャンボ鶴田であります。東若鎌田の攻撃、今のところ田さん、バランスはいいですね。鎌田のバランスいいですね。ダウンバーにとってね、いるんですからね。馬場さんね、これはあくまでも予想ですけれども、まあ、どちらが勝つにしても海外流出ということになりますと、かつて馬場さんが持っていた時にチャレンジしたあのアブドラダブッチャーですね、そのブッチャーも当然 PWF のヘビー級必要に追いかけてます。どちらが勝つにしてもブッチャー対鎌田、あるいはブッチャー対ロビンソンという可能性もありますね。そうありますね、十分にね、さあ飛び込んでいきました東若鎌田。そしておっとネックブリーカードロップの体勢だが効くか、あっと決まりました。肩に落としました。ショルダーネックブリーカードロップ、やっと大技を一発、これは初めての技です。ビル・ロビンソン聞いてますか。聞いてますよ、聞いてます。馬場さんどうですか。ただこの人の体は丸いですからね、そう効かないですね。あんこ型ですからね、はい、今エルボーバット一戦、それから過去2回馬場さんの持っている時代にチャレンジしたドリーファンクジュニアももちろん狙っております。ドリー対鎌田、ドリー対ロビンソンの試合も可能性としてはあります。それから世界チャンピオンのハリーレース対鎌田、ハリーレース対ビル・ロビンソンの可能性もあります。いずれにしても海外流出は決定的。ゲストのジャイアント馬場さんは5年間守っておりましたが、とうとう失ってしまいました。馬場さんとしては今日の試合どっちに勝ってもらいたいですか。そう、僕らね、やるんだったらもうやっぱり鎌田にですね、鎌田から取りたいですね。当然そうでしょうね、大事、あの試合勝ってる試合ですからな。そうですね、あなた押してるんだから、自分ではね、負けたとは思っていないんですよね。押してますよ、とにかくね、あなたの余裕があったし、そういったね、どっちかって僕はこういうタイプの方が好きなんですよ、はい、ですからね、よもやと思ってたんだけども、
馬場さん、私あの時に控え室で聞いた時には非常に楽観ムードがありましたよね、はい、まあ、しかし試合というのは分からないもんですね。そうですね、特にこういう反則をする選手とやるときはですね、はい、いや誰もあれ負けるとは思わなかったですね、さあ今夜の対決、どうしてもチャンピオン東亜鎌田のペース、ショルダークローに入りました。両方の手でのクローであります。あ、ビル・ロビンソンの表情が歪みます。あっと今悲鳴を上げました。かなり効いてますね。あくまでも左の肩、インタータッグ選手権で痛めた負傷した左の肩、まだ完治しておりません。規制を発します。東亜鎌田であります。褐色の肌、ハワイ生まれであります。さあ今度はおっとうまくホイップした、モンキーフリップに持っていきました。さあ調子づくか、おっと東亜鎌田が今度は逃げました。チャンピオンが逃げました。セカンドロープに肩を預けています。さあ生き返ることができるか、ビル・ロビンソンであります。これ意外に鎌田の方が押してますね。押してますね。あの丸っこい体で、しかし非常に神経早いですね、はい、そうですね。さあ技のビル・ロビンソン、ヒット調を見せてもらいたい。おっと体当たりだが倒れません。東亜鎌田倒れません。またしても両方の手でクロー。このタックルを食って倒れないということは非常にバランスがいいということですよね。そうですよね。そういう点でね、ブッチャーなんかもバランスがいいですからね、我々タックルしてもひっくり返りませんからね。そうですね。そのブッチャーよりももう一つその鎌田の場合になんかバランスがいいような気がしますね。ああそうですか。特に空手の蹴りを得意としておりますが、今日はまだその空手の三段打ち、ジャイアント馬場選手が散々痛められました。喉への集中空手蹴り、これはまだ見せておりません。あくまでも今日はクロー攻撃であります。東亜鎌田、勝負の方は60分の一本勝負、取るか取られるか、王座を守るか、それとも王座を取られるか。2代目チャンピオンは東亜鎌田であります。流血大王、今の空手チョップです。水平に打ち落としてまいりました。あっとあくまでも行きます。今度はパンチで返した。さあ思い切ってパンチで行きます。場外に逃げました東亜鎌田。この辺の風間さん、タイミングの取り方抜群ですね。あの場外に逃げるなんてのは、なかなかあのうまいですね。危なくなりますとね、すぐに外に逃げてしまいます。試合の激しいがうまいですよ、はい、歴戦の強者であります東亜鎌田、流血戦を誇りにしている喧嘩ファイターです。ちょっとつ猛進型の選手、ペースに一旦引き込む術もなかなかのものを持っています。馬場さんね、はい、先週の放送ではこの東亜鎌田はジャンボ鶴田とシングルマッチで対戦したんですが、はい、あの時はオーソドックスな対決を見せました。そしてジャンボ鶴田選手がテキサス流のスピニングトーホールド、これは功を奏しました ね、 そうですね。ああいう技には比較的弱いんじゃないですか。我々ね、足の方が、ね、すんなりしてるんですよ。足首なんかも細いでしょ。そうですね。そういう点でね、動きはいいですよね。はは、でもまあ狙うにはやっぱり足狙うのが一番作戦的にはいいですか、なるほど、はい、さあ突進するところを待ち構えておりました東亜鎌田、ビル・ロビンソンを場外に放り投げました。さあ場外乱戦はご存知、東亜鎌田18番中の18番、この場外乱戦でジャイアント馬場選手は散々苦しめました。ジャイアント馬場選手を苦しめました。青い鉄柱へ額を持っていく、いや額じゃない、肩ですね。肩ですか、肩が失礼しました。さあそしてお察しによりますジャイアント馬場選手に挑みかかろうとしておりますが、ジャイアント馬場選手は今日は試合の相手ではありません。あくまでもゲストとして放送席にお呼びしています。さあ倒れ込みましたビル・ロビンソンであります。私頭と申し上げましたが、あくまでも額の肩をぶつつけたようです、打ちつけたようです。苦しくなってまいりましたビル・ロビンソン。さあもう一回肩が、あっと今度は反対に、タイミングを取って思い切って今日はまた額を鉄柱に打ちつけました。ロビンソンはまああれを、はい、計画、あっと田沢さん流血です、流血ですね。計画的にあれは狙ってたんですよ、狙いましたね。うまくタイミングを測っておりました。2度は痛い技を食いません、ビル・ロビンソン、さすがです。さあ東亜鎌田が流血いたしました。しかし流血大王の異名がある通り、流血いたしますとハッスルプレーを展開いたします。さあ放送席の方に持ってまいりました東亜鎌田選手。
鋭い硬い机の上に舞一文字にぶつけました。血が飛び散ります、血が飛び散ります。東亜蒲田の血であります。さあカウントが入りました。ビル・ロビンソンは先にリングの中であります。やっとビル・ロビンソンは場外乱戦で、これは東亜蒲田のペースかと思われましたけれども、反対にビル・ロビンソンが一矢報いました。ものすごい位置です。まあ、ロビンソンが鉄柱でね、うまくかわしたのが良かったんですね。そうですね。さあ珍しくビル・ロビンソンがヘッドバット、切れた額にヘッドバットを見舞いました。ここからが試合です。今まではずっと東亜蒲田のペース、ビル・ロビンソンがどのように生き返るか。手刀を落とす、エルボーバット、ヘッドパット、ものすごい連続攻撃。さあ対角線が、いや反対に4分いきました。ダブルチャップ、ダブルチャップ。さあ熱い胸板にダブルチャップを見舞いました。果たしてこれが効いているのか。連続攻撃です。波状攻撃を見せましたビル・ロビンソン独壇場。いい攻撃になりましたね、馬場さん。そうですね、だんだんと体がくの字に曲がってまいりました。おっと、ものすごいタックル、倒れない、倒れないね。驚くべき力、大変なもんですね。大若股期待を切っています。流血していますが、今度は倒れるか、倒れない。逆にロビンソン倒れません。肩の痛いところぶつけちゃった。はい、反対に左の肩から当たってきますからね。あっと、ものすごいタックル、ショルダータックル、東亜蒲田打ち勝ちました。一発で倒れ込みます、ビル・ロビンソン。ものすごいパワー、危ないぞ。さあちょっと猛進、おっとおっとおっ とエルボーが、フライングエルボーバット、これは効いた、フライングエルボーバット。さあ倒れ込んだ、チャンスが覆いかぶさる。ニューチャンピオン誕生か、ダメダメです。いや大変なパワーだ、はい、フライングエルボーバットを効いたかと思われましたが、カバーの体勢ですが、カウント2で跳ね返すチャンピオンの東亜蒲田。さあ思い切って、あっとこれカウンターで、カウンターのキック、空手蹴りです。カウンターの空手蹴り。さあ今度は左の腕を持ちまして、東亜蒲田がどういう技を持っていくか。おっと、あローリングスラッシュ、ローリングスラッシュ、相手を丸め込んだ。キックかどうか、カウントダメ、カウント2、マッハのタイミングでかわす東亜蒲田。カウントをよく読みました。すごい試合になってまいりました。60分の一本勝負、どうしてもタイトルを取りたいビル・ロビンソン、守りたい東亜蒲田。肩が痛い、肩が痛いですね、はい、かなり無理してますね。無理してますよ。あの回転エビ固め、いい角度でうまく丸め込みましたがね、うーん、底力を秘めています。ニューチャンピオン、2代目チャンピオンの東亜蒲田であります。チャンピオンぶりもすっかり板についた、貫禄さえ漂わせております東亜蒲田。しかし流血をしておりますので、さあこの辺りはビル・ロビンソンなんとか回復してもらいたいところでありますが、あくまでもビル・ロビンソンの左の肩のあたりを集中攻撃、東亜蒲田であります。さあ左の腕を持って何を、ああ、いった、空手のドロップキック、空手の蹴りです。あれが効きましたね、空中殺法を見せました。ドロップキックに見せかけておりましたが、あくまでも空手蹴り、ものすごい蹴りを見せまして、今度は2位スタンプ、顎の先端。さあ東亜蒲田のパターンだ。さあ今度はフライングソーセージの体勢か、体勢か、トップロープに今飛び乗った、あー自滅、自滅しました。ロビンソン相手の動きをよく見ておりました。フライングソーセージは自滅。さあビル・ロビンソン、ここは勝負だ。頭を打っています、東亜蒲田、お腹も打っています。まさに流血になってまいりました。さあダメージが大きいぞ、やーっとフライングエルボーバット、ものすごいフライングエルボーバット、一発で倒れ込む。ジャンボ鶴田も一発で倒したあのフライングエルボーバット、インタータッグ選手権の時には2度目自滅に終わっております。その左の負傷、左の肩の負傷にめげず、思い切ってフライングエルボーバットを打ち込みます。もう一回ジャンプした、打つ瞬間に体をひねりますね、馬場さんね。そうですね、いい攻撃ですね。さあ、ワンハンドバックブリーカー、150キロを持ち上げた、そのまま抑え込む、どうだ、決まりそうだ、カウント3。いやー、ロビンソンはね、ロビンソンやりました。ロビンソンは全部からあの何ですか、計算してますね。ビル・ロビンソン男になりました。とうとう執念で狙っておりました BWF のヘビー級の王座、ニューチャンピオン誕生、ビル・ロビンソン。3代目のチャンピオンはビル・ロビンソン、喜んでいます。お客様も興奮気味、嬉しそうな表情、やっと笑みを漏らしました。どうです馬場さん、ロビンソンはね、よく計算してたんじゃないですか。そうですね、あの蒲田のね、今のあの空手キックからね、上へロープから落ちて飛んで引かされたのがもう、さあ今度は投げました東亜蒲田が、いつの間にか放送席サイドにやってまいりまして、
ゲストのジャイアント馬場選手に思い切って椅子で打ちのめしました。今田澤さんと馬場選手が話し合っておりましたので不意をつかれました。ジャイアント馬場でございます。さあリング上はビル・ロビンソンが勝ち名乗りを受けましてとうとう手に入れました PWF のヘビー級のチャンピオンベルト。さあ場外で暴れまくっておりますのは敗れた東若又、とうとう10日天下に終わってしまいました。今八つ当たりですな、守ったのは10日間だけ、PWF のニューチャンピオンはビル・ロビンソン。さあ日本テレビの大きな勝利のトロフィーがビル・ロビンソンにリング上を送られますが、もっと控え室の方に若いレスラーが引き戻そうとする、マリオ・ミラノが待っております。しかし東若又です、東若又です、息巻いています。しかし倉持さん、ロビンソンがよく計算してたね。もちろんそうですね、あくまで冷静なレスラーですね。よくやりました、ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソンです。馬場さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。ですね、来ましたね。ビル・ロビンソンにちょっと祝福してあげてください。よくやりましたね。そうですね、よくやったと思います。本当ですね、よく冷静に試合の展開を読んでおりました、ビル・ロビンソン。今勝利のトロフィーが送られておりますが、それでは一つビル・ロビンソンにインタビューをお願いしましょう。ビリー、コングラチュレーション。Thank you very much. I have some questions for you now. Okay, sure. How do you feel now? I feel great. I was a bit anticipating a lot of trouble with my shoulder, yes. And he gave me a lot of trouble. He's a big, he's a strong man, he's a dangerous man. But it just proves that if you wrestle by the rules, a wrestler is the greatest fighter in the world. 左の肩をずいぶん痛めたようですけども、なかなか頑張りましたね。How do you defend this title? Well, I always made a statement that said, yes. That if I ever become champion, I will defend the title against anybody in any country of the world. That means the whole worldwide. Yes. And the president here, PWF, is Lord Blears, yes. And he is my manager as such. He, anybody that wants to challenge me can through him. I will wrestle anybody, any place in the world. And I want to say one yes. thing to all the Japanese fans. They are like my old fans. Thank you very much. Domo arigato. Domo. ロビンソン選手はここでもどんなレスラーでもチャレンジは絶対受けるというようなことを言ってます。松永アナウンサーにリング上ビル・ロビンソンに聞いてもらいました。俺を支えてくれる日本のファンにありがとうと言ってほしいとこういうふうに言ってましたね。立派ですね。そうですね、ニューチャンピオンの誕生ですけど、これで馬場さんね、先ほどビル・ロビンソンの今後のスケジュールを申し上げましたけれども、ヨーロッパ遠征なんですよ、またしてもこの PWF のヘビー級の王座がちょっと遠のいてしまいましたね。そうですね、まあこれはね、あとは本部にもう僕も任せるようにしょうがありませんからね、もう本部任せです。なるほどね、この結果をロードプレアス会長がどういうふうな知らせを日本に寄せてくるかですね、